リビさん、今回も動画を送っていただきましてありがとうございます。カルドネーダのステーキング、皆さんね、本当にリビさんにお預けしてよかったというふうに喜びのメッセージが私のところにも届きます。まあ今日もありましてね、私も非常に嬉しいなと思います。なんかカルドネーダに関わってからいいことしかないんですよね、もちろん難しいところとかまだ分かってないところとかやっぱりね、まだまだお互いあると思いますけども、まあでもね、なんていうんですかね、夜が明けると景色が鮮明に見えてくるように、時間が経つに従ってカルドネーダってものすごく輪郭がはっきりして、いいことがね、もう輝いて見えるような、本当にばかりですよね。で、暗号通貨全体がちょっとね低迷してる時も、なんかそのカルドネーダってステーキングも順調に動いてるし、ホワイトペーパーもねなんか履行されてるみたいですし、いい話題に書くことがないなと思います。まあ、それもこれもチャールズ・ホスキンソンさんの、まあ、強い意志のおかげなのかなとも思いますし、カルドネーダファンっていうのは、まあ、本当にいい空間作ってるなと思いますね。まあ、リフさんもそうなんですけども、更新の作業ね、動画の方、まあ、大変な中やってくださって本当に頭が下がるばかりでございます。私もねグッドボタンを押すことによってちょっと恩返しをしないといけないなと思ってますんで、押し忘れのないように動画の方これからも拝見させていただこうかと思います。今後もよろしくお願いします。そしてですね、この動画を見てカルドネーダに興味を持った方、ぜひねカルドネーダ暗号通貨、これね買ってみてください。もしくは私の方にご相談ください。別に私仲介をやってるわけではありませんけども、カルドネーダの買い方がわからないよとか、カルドネーダって本当に大丈夫なのみたいなこと、いろいろ疑問質問あると思いますので、私なりの考え方をお話しさせていただきます。それでは失礼します。